どうも、こんにちは。どうも、こんにちは。ドライブトーキングということで、久々の日曜日ドライブトーキング。うん、ケイさん最近何やってますか？最近ね、何やってるんですか？旅から帰ってきて。旅から帰ってきてね、うん、不思議に思うのが、うん、なんで僕のね、はいはい、傑作だと思う海外のですよ、はい、アマゾンみたいなとこ行ったりして、そうですね、普通のユーチューブあんま行かないですよね。あれよりなんで餃子の具なのかなって。こっち来ると思って、なんなのそれ。なんて言うんだろう、まず馴染みやすいところを見て、ね、最近の謎 ね、 ついてますね。いきなりポンチューンって分かんないけど、僕でさえ初めて行ったから、うん、確かに。だからこの式なんじゃないですかね。なるほどね、みんながちょっと分かりやすいか分かんない。だから混ぜないといけない。そう、ああまあね、うん、あでもこの間ね、中野園って焼肉行きました。あ、行きましたね。すごいね。いや、あれはバズった後ね、あ、そうですね、たまチャンネルでバズったんですよ、うん、75、うん、僕はバズったんやけど今、うん、いや、でも誰よりも先にあそこに行ってましたよね。そうそうそう、ね、僕も何回かそうそうそうご一緒したけど、考えてみたらね、はい、あそこもね、87歳で、はい、2人だけでやってるんですよ。すごいですね、味付けが。なんかその夫婦のストーリーがあると思うんですね、うんうん、でそこでまたね、ちょっとね、出会いがありましてね、はいはい、音楽、日本の知ってるかわからないけど、うん、声かけられたんですよ、僕。菊田さんですか？お客さんで来てるし、ね、お客さんで、そうそうそう、うん、そしたらね、いや実はすごい格闘技ファンなんだって。ああ、なるほど。そう、うん、もう世代だと、うん、ですごい見てて、つって、うん、なんかでやたら音楽の話してるんですよ。音楽の方が好きなんじゃないかってぐらいね、うん、なっちゃうから、格闘技の話なんて一切してない。そしたら、うん、半年ぐらいね、ツアー回って、うん、そんなさんの憧れの世界。憧れの世界ですか、うん、俺はそれでずっとね、うん、行きたかったわけですよ、はいはいはい、格闘技で、はい、それをやってるっていうから、うん、じゃあもう結構な、うん、ベースをしちゃったんですよ。そうですね、の要はチームの、はいはいはい、チームっていうか、まあバンドではないんですよ、はいはい、バンドではない、何かしらのプリンセスで一人の一緒になっちゃうね。そうそう、もうでもバンドですよ、うん、一人のサポート、それも専用のバンド、はいはいはい、なんでこれ話が盛り上がったかっていうと、うんうん、僕が出す音楽スタイルカウンシル、うん、何も、うん、エルトン・ジョン全部知ってるわけ。あ、はいはい、マニアなんですよ。池田さんとエルトン・ジョンの話で、うん、そうそうそう、なかなかいないですよね。なかなかね。それで、はい、なんか盛り上がっちゃって、盛り上がっちゃって、ね、まあ、なかなかだって池田さんとそのレベルでエルトンの話をする人いないですもんね。なかなかいないね。いやー、言ってもさ、今ってさ、うん、日本武道館とかさ、うん、結構みんなバンバンやるから、うん、だって僕、キングヌーを最近したばっかりだから、うん、はいはい、僕も今名前聞いて聞いたことあるなでしょ、はい、でしょ、だから我々だとそうなっちゃうじゃないですか。今年はちょっとアリーナ、うん、2夜連続っていうのをやるんですよね、うん、みたいな。スーパーアリーナを2夜連続でやる。あ、2日埋めるってことですかね。そう、3万ぐらい、3万2日だよ、はい、しかもそれがたった1人なんです。1人で1人の人間が埋めるんですよ。誰ですかそれ。平井大さんっていうね。まあ今相当有名です。 R&B 的な歌使ったっていうか、こうメロディアとね、まあ、まだ聞いてないですよ。綺麗な音楽だ、量なんて言ってくれる。2日間やるってすごいですよ。特にね、昔のあの CD が売れてた時代じゃないですか、ね、そうか。で、あとは、今田さんとね、ちょっとこの間会って、うん、まあ、要は独身会でしたね、要はね。まあ、独身の、いや、僕はね、紳士が集まって。そう、山下さんとね、大物さんと会って。はいはい、うどんやってらっしゃるね。今ね、うどんもね、やめたんですか。ね、一応売却して、はいはいはい、大金持ちです。ああ、なるほど。うどんでもう一つ、そうそう、アメリカンですよね。そうそう、もうね、そう、成功して売っちゃうっていうか、ね、そう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 。でね、いやー、すごいですね、うん、そんな何年か、うん、やってね、一生決めることやったんですねって言われたら、うん、いやー、6年も頑張ったんですよ、6年もってね、うん、なんかその感じがなんかやっぱ僕と似てましたね。6年もやったかね。6年もってさ、普通見えないじゃん、そういう。そう、まあでもそうやってね、自分ではそんな広げれないから、うん、山下さん良かったですねって言ったらね、うん、まあ、そうですね、自分じゃもうね、そんなやる気ないですからね。なんでそういうテンションの人ばっかり、うん、木田さんの場には集まりがちですよね、うん、でもなんかこううまくいってるって、まあ、力を抜いてるって、ね、抜いてる、そう、リラックスしていいですよね、頑張りすぎない、そう、それね、本当大事、自分を見失いぐらい頑張っちゃうね、そう、いい、まあ、一生懸命な人たちがいいけど、自分見失っちゃうとわけわかんないことになってますからね。そう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 、なんか会社に逆に利用されちゃうようなことになっちゃう。そう、でも独身会ははい、独身会したなんか定期化してきましたね。で、どんな話してますか、紳士が3人集まって独身、なんかね、結婚したいなっていう話を聞いたりするんですか。それ結構しますよ。あ、したいんだ。女子会みたいな、女子会みたいな、女子会ですね、確かに。
いい音だから純粋ですね、やっぱり、ね、岩田さんも山田さんもピュア、ピュアだから結婚できないんじゃないですか、うん、ある意味、あ、まあ、そうどっかで我慢、なんて言うんだろう、打算的になれないとか、そうとか気軽にしたくないやっぱ話、うんうんうん、だって宮山さんやっぱ名言したのは、うんうん、顔は妥協できるけど、うん、やっぱり会話心は妥協できない、名言、まあ、でも名言さね、でも結婚するならそうじゃなきゃっていうのがありますよね、そうそうそう、やっぱり一緒にいて楽しい人じゃないと、あの顔はねどっかで、まあ、顔は、ね、ではないかもしれない、投資すればどうにでもなりますから、うん、いやいやでもやっぱ心は投資しても変わらないですからね、だから結構ね、だから今田さんとかやっぱね、うん、ピュアっちゃピュアだよね、うん、だってびっくりしたのがあって、うん、家すっげえでかいんですよ、まあそうでしょうね、で15年経ったってあの福山雅治、はいはい、で、ま、それが正治さんが住んでる同じマンション、同じマンションですね、確かに、で僕も一回行ったことあるんですけど、はい、めちゃでかいから、うん、まあそういうのってほらこう想定してああいうなんていうの家族っていうか周りとかね、うん、と思ったら、うん、今まで生涯で一回も、うん、あの同棲したことないんだって、びっくりしたよ俺、同棲なしびっくりした、うん、同棲をしたことがない、びっくりしたね、それであれこれそういう想定であんなでかい家住んでると思ったんですけど、うん、って言ったら、いやそれは買った時はそういうつもりで住んでんだけどってね言ってましたけどね、なんかとってもなんかこう、うん、ピュアで、そうそうそう、乙女でそう考えてやるんだけど、やっぱりこうなんていうのかな、ちょっとあんま中途余りは言っちゃいけないっていうね、こうね、こういう少女漫画のようなあの美しさというか、うん、あの汚れなき世界を求めてるんですか、まあいやまあだから、うん、そうやってみんな思うじゃないですか、はいはい、意外とね、うん、あのね、まあ、出会いは多いと思うんだけど、それはそうですよね、もうだって一流芸能人でね、うん、可愛い人もいっぱいいる、やっぱりあのなんていうそのいい思いもね、うんうん、きつい思いもね、うん、もうこう極端に味わってきた人間じゃないですか、なるほど、そうするとね、やっぱり見る目がね、あ、そうか、うん、あの言葉は悪いですけど、一番底辺の時もあったし、うん、上に行った時もあるから、うん、上に行った時って言うのは上ですけど、うん、両方を分かってるから人を見る目が、いや相当あると思いますね、それはね、うん、いろんな面でね、またリーダーだしね、結局ね、まあ、自分もそうですけど、そのリーダー、まあそういう、うん、それでって考えると、まあ、あとは縁なんで、でよく考えるとね、うん、まあ、山下さんもそうだけど、うん、何にもないんですよ、うん、悩みは、うんうん、要は普通の仕事がどうとかなんとか、うんうん、ないじゃん別にそういう意味で、うんうん、まあまあ、うん、ある種その余裕があるストレスは少ないですよね、うん、そうだから人それぞれって人間って人の悩み違うし、うん、僕らにはやっぱ分からない方による苦しみがあるから、うん、やっぱりそううまくいってる中で、うん、まあ恋愛は、うん、うまくいかなかったっていう ねところも、まあ、それはそういうなバランスがあるからやっぱり紳士が3人集まってこれからどうするかっていうのをこう話し合ってるんですよ、そうですね、こういう子がいいねみたいな話してるから、いやこういう子がいいねはないかな、あのこれからどうしようかっていう作戦会議ですか、どっちかというと僕はただ単に、うん、あのそういう年上の先輩で、はい、独身だもいないなくなってきたから、なるほどね、はいはい、まあまあもちろん×ゼロって意味でね、はいはいはい、だからすごくあの安心するって言いまくって、まず先輩の話をあの先輩がいるからやってくれる、それで出話で僕はもう安心しますって、はいはい、もうこの年でね、うん、格闘技あるあるなんだけど、はいはい、もうやっぱね服がね格闘家すぎるって言われるやっぱり、うん、あもうちょっとおしゃれ格好が、うん、俺はねおしゃれになるね、まあ、やっぱおしゃれちょっとねラフ気味にはなっちゃいますよね、そう動きやすさ重視ですからね、もともとね、うん、服に全く気持ちがないんですよ、興味があんまりないですよね、そうなのだから、うん、でそれ以外は結構おしゃれなんですよ、はいはいはい、時計だったりとかね、そうそういろんな車もそうだし、うん、好きなもんがね、うん、はいはい、でもねほんと服だけはね、いやまあ、うん、興味がね、うん、そうなんですよ、服にもうなんかまたおしゃれなのね、なんか気を使わないけど、でも別にそんな変な格好はしてないじゃないですか、まあまあ変な格好はしてないですよ、まあちょっと別に汚くはないですよ、アメリカ人的っていうアメリカ人的じゃないそうか、あでもこれね本当それ今最近思ったんだけど、なんでこんな海外のもんばっかりとか音楽もそうだし、うん、やっぱ昔は外人だったんだなっていうね感覚がやっぱ出てきた、外国人の人に言われるし日本人の人に言われるけど、はいはい、外人みたいだったよ、まあ、ちょっと発想はそういうとこ、うん、これはもうみんなに言われますね、うん、外人ですかって、うん、でそうだね、海外ってそうだよね、あんま服気にするとかっていうかね、ないない、ね、アメリカ人本当は自分のスタイルだよね、そう僕シアトルの時にずっとフリース着てるだけ、あ本当にそういう人もいるしね、傘もささないし、うん、
たまに日本だとなんかこう半ズボンで蝶ネクタイみたいな人がおしゃれです、はいはい、ああいう人あんま見なかった。多分ニューヨーク行くのかな。そんなにいいんだ。まあ、あとちょっとまあ格闘技の話すると、はいはい、岩崎先輩ってね、あの曲のね、うん、上段だったんで、はい、俺平本蓮選手とね、はい、岩崎さんのストーリーを聞いてね、うん、なんか美しい話だなと思ってきちゃって、それその菊田さんが岩崎さんと会ってそのストーリーを聞いたんですね、うん、前からその話聞いてたけど、でその時僕はあまり興味が出なかったというか、格闘技があんまりね、そんなにあんまり名前は知ってますよ、ね、平本選手は知ってるけど、なんだけどそれがどういうキャラクターでどうかっていうのは全く知らない、うん、知らないんだけども、ちょっとこの間の試合軽く見た、うん、見たのね。申し訳ないけど岩崎先輩って、うん、そんなにすごい人から全員に好かれるタイプじゃないんですよ。ちょっと個性が強い、うんうん、ですごいいい人なんですよ、うんうん、僕はすごいいい人だと思うんですよ。なんだけど誤解を招くこともある。だから多分ね、これはね、うん、我々と一緒なんだけど、みんなさ、なんか普通の、ね、一般の人たちは、うんうん、特殊な人たちだった時に、うん、ここでうわっってビビっちゃうと思う。ああ、わかるわかる。でも、うん、そんなんじゃなくて、本当の心はね、うん、心はいい人だよ。だから最初から人間として、ハートとハートで話さないと、ちょっと会話が難しい。そうそう、まあ、僕もそうですよ、うん。賛否両論分かれちゃうタイプの、まあ、要は芸術家なんで、ちょっとね。そうです。だけど、平本選手が、そこに入ってきて、自分で、慕ってきた、入ってきて、先輩が言ってたのは、ね、ああいうタトゥーとか入ってるけど、うん、ちゃんと教訓を読んでから正座して始まる、始めて、それは俺やりちゃんと言ってると、うん、でいろんな会話もするし、うん、プライベートのことも話し、うん、格闘技だけじゃない、うん、まあ、そういう仲の良さ気づいてて、さらにある時に先輩の所属のね、うん、あのチームがあるんですけど、勝手に平本じゃ名乗さ、もう自分の所属が豪華、自分が所属だと、あ、これが聞いた時に、うん、で試合をちゃんと見た、うん、その時になんかね、うん、ちょっと哀愁を湧いてきてですね、なんかこの僕のだって10代からそう知ってる先輩に誰も近寄らなかったのに、うん、なぜ今そのね格闘技で今名前をこう出してる平本選手が若い、しかも20代、うんうんうん、こうすごい慕っていくっていうのが、うん、あんまりいいやつって言うと営業妨害になっちゃうじゃないですか。ああ、そうかそうかそうか、そういうキャラ、いやそれすらも知らないんですよ。知らないですよね。知らないですよね。だからまあでもあれですよ、あの平本さんは一時期ずっとブルーハーツの曲で入ってました。ヒロトさん。あれ？だから何、そうそう、ああいうなんだあの言ってたんだ、あの、うん、ドブネズミが。そうそうそう、そうなんですよ。そんな日々だったんですよ、はいはい、最近。話せること。そして今日は、はい、なんとね、私のね、うん、まあちらっとね、うん、映ってもらって挨拶だけしてね、これ、うん、貴重な部位になると思うんですけどね。ねえ、もう出てくれる、うん、中ねえ、あれで交渉しないといけないですね。そうそう、交渉しないといけない。本当にお世話になった人で、うん、そう今向かってますけどね。そう、もう一途な思いで会いに行ってますよね。必ずいつもあの途中にベンジャラスで、これ川田さんの店を、ね、ああこれがそうベンジャラス系です、これ。これ川田さんのお店、これがね、これはいつもね取りかかる。そして田村さんのね、そうそう、うん、ジムも近い。田村さんのジムも、うん、U ファイルキャンプそうもあります、あるんですね、途中で。そうです、ね、ここを通るときには、うん、いつもあの人に会いに行くときっていうね。田村さんのなんか YouTube もまだ俺見てないけど見てないけど見ないけど、まだ見ないけど、ああいうのね、またね、ちょっと微妙なんですよ、まだ僕から。ただコメントだけちょっと見たら意外と支持されてて、ね、びっくりしたね。お前まっすぐすぎるんだな。面白かったです。面白いな、はい、あ、こういう風に板村さんと菊田さんの会っていうのは進んでるのかなっていう、どういうこと、空気がちょっと、え、会が進んでる。やっぱ田村さんはそういうのがちゃんと、うん、菊田さんの面白さを 100%、120% 分かってる。どういうこと、いじってんですか。いや、まあ、いじってるというか、やっぱり田村さんの会なんで、 YouTube なんで、田村さんのちゃんと鎧というか、まあ、田村さんのキャラクターは守ってるんですけど、うん、どっかで、うん、まあ、やっぱりちょっと菊田さんが理解できてから、そこの面白さに気づくというか、あの気づく、まあ、うん、なんだろう、ちゃんと、うん、あのいい感じで、あ、そうだ、ね、はい、じゃあ田村さんやっぱ誰も損しない、もう、で、あれが編集長はどうなんですかね。編集長もよく分かってるというか、あ、分かった、でもね、田村さんの方がよく分かってる、あ、ですよね、うん、だって編集長は、ね、そういう神プロ的なあれの、うん、
ちょっとバカにしてる感じで始まってるから入ってる、 そうですね、それぐらいしかないんだよ。編集上はまだちょっと距離が、うん、距離がっていうか、まあちょっとな、まあそうでしょうね、うん、喋ったことないし、まだまだ本当の菊田さんのエネルギーを気づいてないなという、ね、恐ろしい、この異質なね、今日の、ね、会いに行くみたいなのも、いや、いいですね、あっての菊田さんですからね、そう、うん、こういうことがいいね、うん、じゃあちょっと今日は楽しみですね、楽しみ、じゃあどうなりましょうね。さあ、お疲れ様です。どうも社長。お久しぶりです。どうもどうも。いや、元気か。本当に。あれでも久しぶり。本当久しぶりですね。ああ、体調大丈夫ですか。大丈夫。あ、本当ですか。いや、今度ね、ぜひ YouTube をねやってるんですよ、私。出演していただきたいんですけど。考えてるもの。考えときます。よかったです。いや、ちょっと思い出に。やりたいっていうのがちょっとあるんですけど、いや本当にいろいろお世話になりました。その世代でなので、本当ね、本当いろいろお世話になったんですよ。ちょっといろいろお世話になりましたよね。もしかしたら試合選手終わってからのがお世話になってるのかな。もっとそれ以上そうだよって。プライベートの感じね。試合でしょ、ほとんどしないでしょ。なんつっても、うん、社長がファンクラスに入れてくれなかったら、もう今の子がもう何やってたのか、ありがとうございます。またじゃあぜひ、いつかやりますので、よろしくお願いします。